こんにちは、九州山チャンネルのヒデです。本日はですね、2021年1月3日日曜日です。新年明けましておめでとうございます。今日はですね、福岡県田川郡に来ています。春にもね、来たコースなんですが、今回は日本三彦山の中の彦山ね、福岡県の彦山に登りたいと思います。今年もですね、皆さんが山に登る時の参考になるような動画を撮ってまいりたいと思いますので、どうぞ今年も1年間よろしくお願いいたします。それではですね、今回のコースは、彦山の、別所というね、駐車場がありまして、無料駐車場ですね、そちらの方からスタートしようかと思ったんですが、もう無料駐車場ですね、すでに満車になっておりまして、豊平殿というところですね、別所の駐車場から車で、2、3分のところにあります有料駐車場がありますので、そちらに駐車して、それから、豊平殿の方へ向かってですね、登ってまいりたいと思っています。今回はですね、冬山ということで、山中はね、雪があってとても、綺麗なね、白銀の世界が見れるかと思います。そして今回の一番の目玉はですね、この冬の季節だけ見ることができる潮路の滝というのがありますので、そちらの映像をですね、皆さんに後ほどお見せしたいと思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。それでは、今年、1回目ですね、映像ということで、今日もどんな景色に出会うのか楽しみです。それではレッツゴー。山道の石段を登っていますが、もうすでにここで、足元がですね、踏み固められてツルツルになっていますので、安全のために、チェーンアイゼンを、つけています。チェーンアイゼンですね、チェーンスパイクですね、チェーンスパイクアイゼンをつけています。ちょっとね、爪があるだけで全然、足元の安定が違います。安定感抜群ですね。駐車場から約16分ほどですね、途中でアイゼン、滑り止めの、ね、アイゼンつけましたので、ちょっと時間かかりましたが、16分ほどで豊平で、ね、到着いたしました。これからですね、潮路の滝の方へ向かって、上に登るんじゃなくてね、ちょっとトラバース気味に、山腹を巻いて、滝の方へと、進んでまいりたいと思います。では後ほど。
森の中にですね、修験の方の、録音少女を唱えてる声がこだましています。歩いてる道はですね、足元は雪はあんまりありません。ただね、登山道の、両脇はね、見て分かる通り、少しね積雪があります。綺麗ですね。おまけに、木々の間からね木漏れ日が差していますので、大変綺麗です。雪もね時々木々から落ちたのがね、舞っていますので、すごい綺麗ですね。いい天気です。塩寺の滝へと到着いたしました。駐車場からですね、約2時間半ですかね、途中ですね展望スポットに立ち寄りながら来たので、若干時間食っています。まあ、通常だと、まあ、2時間ぐらいでね、塩寺の滝まで到着するかと思います。高さはですね約30メートルぐらいですかね。今日はなかなかよく凍って、そしてね日も当たってるのですごいいい感じですね。一見の価値ありといった感じです。この後ですね、藪の中を越えて、南岳そして中岳まで登っていきたいと思います。では後ほど。すごいですね。少し溶けかかっていますが、綺麗に凍ってる方ではないでしょうか。無表が青空に映えます。
はい、南岳山頂 1199.5m 登頂しました。結構ね、潮汁の滝から、傾斜きついところを、武士隊をね、避けてきました。この後ですね、中岳休憩所の方を経由して表参道を下山したいと思います。青空広がってきてね、すごい気持ちいいですね。霧氷もね、すんごい、見てください、綺麗についていますよ。最高ですね。ではこの後中岳でお会いしましょう。では後ほど。はい、彦山山頂、中岳山頂ですね、到着いたしました。結構ね、途中寄り道したんでね、時間かかりましたけど、まあ、南岳からは、まあ、通常の時間ぐらいかな、南岳から中岳山頂まで、18分ぐらいですかね、一旦下って登り返しといったような感じでした。この後ですね、休憩してそれから正面参道を下山したいと思います。では後ほど。はい、宝平殿へと戻ってまいりました。
塩尻の滝からですね南岳、中岳、そして、正面山道を砲兵殿まで周遊して戻ってきました。コースタイムはですね、休憩を入れながら、4時間15分といったところですね。まあ、途中ですね、小休止するぐらいの、ね、休憩で、今回はもう雪山だったので、特にね、ランチタイムは取らずに、行動食を食べながら、歩きました。今回ですね、歩いた塩尻の滝から、南岳のコースですけど、こちらの上級コースとなっています。なので、一般の方はですね、行かれない方がいいですね。今回もですね、素敵な雪山、雪化粧見ていただきましたけど、今回の動画いかがだったでしょうか。よかったよと言っていただける方は高評価ボタンお願いします。そしてですね、この後も、素晴らしい、冬山、そして雪山の景色を、映像でね伝えてまいりたいと思いますので、もしよかったら見逃さないためには登録ボタンをお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。